一般的なダンプトラック2台を傾けた、ダンプトラックトレーラー型、ダンプトラックフルトレーラー型、ダンプトラックホールトラック関節式、ダンプトラック小型ダンプトラック系、ダンプトラックダンプカー、ダンプトラックは荷台を傾けて積み荷を一度に下ろすための機械装置を備えたトラック。主に土砂や産業廃棄物などを運搬するために用いられる。ダンプとも略される。ダンプとは、 ドサッと下ろすという意味の英語であり、土砂を排出する様子がこれに合致することからこの名がついている。なお、英語のダンプカーは主に鉄道車両を意味し、自動車はダンプトラックと呼ぶことが多い。鉄道の滑車でダンプカーのように荷台を傾けることができ、土砂を輸送することを主目的にした車両は、ドーン車と呼ばれる。荷台を油圧シリンダの伸長する動作で傾け、重力により、 土砂を排出する構造になっている。様々な分類方法がある。以下に各種の分類方法を示す。なお、荷物を積む箱状の部分を別セルという。一般行動を走行可能な普通ダンプトラックと、鉱山やダム建設などの大規模工事現場など向けの重ダンプトラックに分かれる。普通ダンプトラック一般行動を走行することを前提として、 トラックの車種に荷台を仮装し、平坦地での走行性能を保つ形態に設計されている。街中で一般的に見かけるダンプトラックの最大積載量は、小型がおおむね2から4トン、中型がおおむね3から8トン、大型で GVW20 トンクラスが9トン程度、GVW22 トンクラスで11トン程度、少数ではあるが、 GVW25 トンクラスで13トン程度である。また、さらに小さな軽自動車の規格に合致する最大積載量3 5 0ラム以下の車両もある。普通ダンプトラックの場合、二大容積が最大積載量1.6を超える場合は土砂の運搬ができない。土砂運搬ダンプに固定された差し枠を取り付けることは違法行為である。なお、 1999年の規制緩和により土砂運搬型で牽引タイプのダンプトレーラーが法律上認められることとなった。重ダンプトラック、オフロードダンプトラック、マンモスダンプとも、一般行動を走行せず、もっぱらダム建設等の大規模土木工事現場内や、鉱山などの作業用として用いる。積載量は20トンから300トンを超えるものもある。全長に対して、 オイールベースが短く、タイヤ系も非常に大きい。なお、ダンプトラックという用語は、マイニング業界及びメーカーの間では一般的ではない。この種のオフロード車両は米国ではホールトラック、また欧州ではダンパーと呼び、一般道路を走行するダンプトラックとは明確に区別している。業界最大級のオフロードダンプトラックとしては、ベラーズ75,710。 ディープヘル T282 バイト、ビザイラス MT6300AC 及び、キャタピラー797回があり、最大積載量は、ベラーズ75710が450トン、その他が362トンである。これらの鉱山用長大型ダンプトラックの多くは、ディーゼルエンジンで発電し、車軸に内蔵した直流モーターあるいは交流モーターを駆動させる。 ディーゼルエレクトリック駆動方式を採用している。キャタピラー797シリーズは例外で一般車両と同じくトルクコンバータと優勢歯車機構からなる7足オートマチックトランスミッションを採用している。蒸気以外にオフロードダンプトラックを製作するメーカーとしては日本の小松製作所や日立建機、ボルボ建設機械、DAC などがある。 荷台を後方に傾ける方式のものが一般的である。これをリアダンプという。この他に荷台を左右側面に傾ける方式のサイドダンプやピンの組み替え等で後方にも左右にも傾けることのできる三点ダンプ、高所へ積み荷を下ろせるリフトダンプもある。また、煽りの形状により一般的な下開き型のほか開口面積の大きい上開き形などがある。 また、煽りがなく、後部に傾斜が付けられたスクープエンド型もある。普通、ダンプトラックでは、リンク機構併用の油圧シリンダーで荷台を上下、させるのが一般的であるが、重ダンプトラックの場合は、リンク機構がなく、シリンダーで直接荷台を操作する。動力は PTO 経由で供給される。200以外では、空荷で注射する場合、荷台に、 雨水や雪が溜まらないよう、持ち上げたままエンジンを切ることもできる。関節式の相大パン的な自動車と同様に、前輪で舵を取るものをリジットフレーム式と言い,い、フレーム自体が屈曲して舵を取るものをアーティキュレート式という。アーティキュレート式は関節部がねじれ方向の動きに対応することで、不整地でもタイヤが浮くことがなく、高い走破性を確保している。普通、 ダンプトラックは自動車メーカーがフレームにエンジン、変速機、喧嘩装置、キャブを組み付けた、いわゆるキャブ車種を製造し、仮想業者が車体と荷台装置部分を製造する。重ダンプトラックはそれぞれのメーカーで一貫して製造される。日本では土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法により、 大型自動車に分類される普通ダンプトラックについては、荷台に所定の表示番号を表示することが義務付けられている。この番号には、管轄する運輸支局、経営する事業の種類、及び車両固有の番号の情報が含まれている。事業の種類は、運送業の A、建設業の県、砂利販売の半など7種類に分類される。一例として、 冒頭画像の日本通運の車両には、荷台のアオリイタに、北見パス1040と記載されている。このダンプトラックの車両番号は、車両の登録番号とは別のものである。行動を走行するには、ナンバープレートの取得と表示も必須である。主に大陸ヨーロッパでは、オープンワゴンの一種となるサドル、ボトムドアゲンスや、サイドティッピングアゲンス、アメリカ合衆国では、ゴンドラと呼ばれる。 ダンパーエクスカベーターバイボルボプレイングホワットエイクレイジーアクション関節式のフレームの動きとリアサスペンションがわかる動画 YouTube ありがとうございます